どうも、なおちんです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、皆さん、卵を探すのって、めちゃくちゃめんどくさいですよね。私も今、卵厳選してるんですけども、すごい大変。これ、本当に一番大変じゃないかな。で、たまたま、裏技を見つけましたので、それを紹介したいと思います。これで、若干ですけども、卵が見つけやすくなります。では、行きましょう。する場所ですけども、ここ。流水殿の魔界ですね。ここがやっぱり一番卵探しやすいと思います。行きまーす。それでは、やっていきましょう。ここで厳選したことがある人はわかると思うんですけども、高台に登ってね、下を見晴らして、で、卵があるかないかをこう探していく感じなんですけども、あそこにあるな。あそこにある。で、ここって、季節によって、水が引いたり凍ったりするんですよ。夏と春は水があって、で、秋には水がなくなり、冬には凍るっていうやつなんですよね。で、水の下にも卵があることがあって、そこがね、なんかうまいこと把握できなくて難しいんですよ。それを若干ですけども、わかりやすくする裏技ですね。やり方を説明しますと、まず季節を夏にしてください。季節を夏。で、夏にした状態でフルートを吹きます。フルートを吹く。で、フルートを吹き終わったらば、すぐにルーラの選択画面に行く。で、ルーラの選択画面に行くと、風がね、ズワーってこう、流れるのよ。季節が変わるように。で、そこの状態になったらば、5秒ぐらい待って、ルーラをします。行きますよ。ズワーって風吹き出します。で、これぐらい。季節が変わりきる前ぐらいに、ルーラーを押してください。そうすると、成功したら、お、卵があるな。成功したら、こんな感じになります。秋になっても水が引いてない。でも、中に入れるんですよ。実際は水はないんだけども、水が表示されて、地形がすごくわかりやすくなると思います。こんな感じ。うん。まあ、タイミングはね、若干難しい。いや、難しくはないな。うん。本当に、風が、止まりきる前に、ルーラーをする。っていうことですね。風が、吹き出してすぐぐらいにしても成功しませんので、まあまあ、2、3秒待ってルーラーをしてあげると、こんな感じで、わかりやすくなると思います。うん。この場所とかね、卵あるので、こういうところが、ちょっとね、地形が分かりやすくなっていいと思います。はい。まあ、ほんと若干ですけども、やりやすくなりますので、ぜひ試してみてください。本当に卵厳選って難しいんですよね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。